ヘイミルオとアスラウグ・アーギュスとマルムストレムが、ハイメ、ハーマ、ヘイミルは、伝説上のゲルマンの英雄。しばしばビテゲの友人として、一緒に活躍する。アングロサクソンのジョージシ、ベオウルフや、ウィドシス、スカンディナビアのシズリクのサガ、アルプハルトの誌などのドイツの伝説に登場する。ビテゲについては、ゴート族の英雄の名前に起源があるが、ハイメについても、 同様の起源があると考えられている。アングロサクソン人の死によれば、ビディゲト・ハイメは、紛族と戦ったゴート族の戦士だという。後、二人の英雄は、ゴート族のエルマナリク王やテオドリック王と関連性を持つようになった。そして、ビディゲト・ハイメは、シズレクのサガなどの作品において、徐々に反逆者として描かれるようになった。シズレクのサガでは、ハイメは、 生まれた時はまた別の名前を付けられていったのだが、一度自分の名前を失ってしまう。ハイメという名は、竜のようにネーモーで武けしい用紙をしていたことに由来して付けられた。ドイツの伝承では、実際にハイメは竜を殺したことがあるとされている。中高ドイツ語で書かれたベルンのディートリヒの伝説群に登場している。ハイメは、ブルートガングという名の剣と、 リスペという名馬を所有している。17歳になったハイメは、当時12歳だった、ディートリヒ・ホンベルンに挑戦しようと家を出た。そして、ディートリヒとの決闘によりハイメの剣は、俺、また、ディートリヒの兜も叩き割られてしまった。結局、決闘に敗北したハイメはディートリヒに対して、忠誠を誓う。後、ディートリヒが、名剣、エッケザックスを六角した際、 それまでディートリヒが使用していた名剣ナーゲリングを歌詞されている。ドイツの詩によれば、ハイメはエルマナリクに仕え、ディートリヒの元を去ったことがあるとされる。このことについて、シズレクの佐賀では言及されておらず、逆に戦友のビテゲと共に、エルマナリクと戦ったとされている。アングロサクソンの物語においても、ビテゲとハイメは組み合わせて語られている。また、ドイツの詩では、 ハイメがビテゲをアルプハルトから救い出すという物語もある。2対1で戦うのは不名誉なことであるが、ビテゲとハイメは二人でアルプハルトを殺してしまっている。シズレクの佐賀でハイメは晩年を修道院で過ごしている。しかし、巨人、アスピリアンが修道院を襲撃した際、ハイメは再び甲冑を身につけて、巨人を退治した。この後、 ディートリヒが再びハイメに使えるようにと望んだため、ハイメは、僧としての暮らしに戻ることができなくなってしまう。さらにその後、ハイメは、税の取り立てのために、修道院を訪問した際、税を取り立てられなかったハイメは、すべての修道像を皆殺しにし、修道院を焼き尽くしている。だが、その後、ハイメは再び別の巨人と戦った際、これに敗北して、命を落とした。 これについては、ディートリヒが、ハイメのために復讐を果たしている。ドイツの物語によれば、インスブルックにある修道院に埋葬されたという。ボルスンガサガなどでは、ヘーミルという人物が登場する。上述したハイメとはかなり異なる部分が見られるが、ヘーミルとハイメは同一の人物であるとされてきた。ヘミルは、ブリュンヒルデの母方の叔父、にして養父あるいは、 ブリュンヒルデの姉妹の配偶者という立場になっている。また、ヘイミルは、シグルズとブリュンヒルデの娘であるアスラウグの養父とも、なっている。ブリュンヒルデが幼子を殺害しようとした際、ヘイミルは、アスラウグを、ごとの中に隠し、銀遊詩人に身をやつしてノルウェーまで旅をしている。そして、最終的には、ごとの中に貴重品を隠しているという誤解を受け。 眠り込んだところを殺害された。ありがとうございます。